うおー、すっげー持ってかれる。かー持ってかれるぞ。トリボシャネの剣棒です。ただいま7時5分。昨日浜パイセンがおとりを確保してくれたので、これからおとりをゲットして、そして違うポイントへ向かおうと思います。久々な感じですね、ここ。この感じ、サラジ園庭下下流。さあ、なんか沈めてあるって言ってたんですけど、どこやろかね、どこやろかね。あ、そっか、多分あれですね。ちょっと見てみましょう。確保してある。おお、いいね、沈めてありますね。いいね、いいね、いいね、いいね。ここに沈めてあるんで、さあこれを取っていこうかなと。さあ行くぞ。おっと、出てきた。おっと、出てた。おお、いいね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 。おお、出てた。おお、元気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 。すげえな、おい。ちょっと待って。あか、元気、元気。元気、元気、元気。元気、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 元気。元気すぎて、もうくしゃくしゃっす。でけえな、この子。おお。でもやっぱ色出てまっとんな。水少なめにしなさい。さあ、行きます。エアポンプつけて違うポイント行きたいと思います。めっちゃハンドあります。まあまあ大きいですね、この感じ。大きいよ、この感じ。これ顎が、さあ水が多い。しかもクマが出たポイント、さあどうする。本日クマに遭遇された釣り人 A さん、どういう状況か教えてください。まあ、とにかく楽しい思いをした一日だったんだけど、怖い思いもした一日やったと。さあ1時間おとりをそのまま車に放置プレイをしたので、伸びとるかもしれんぞ。ペロンペロンに天然おとりちゃんなってるかもしれませんが、前回浜さんがクマ、おびっくりした、クマに遭遇した、クマに遭遇したポイント、クマよし、ヒルじゃねえっていうね。左よし、クマよしって言い出しまっとるもん。右よしことなってるぞ。あー、すごいポイントきたぞ。よしよし。ああ、うわあ、でもいい感じですね。うわあ、水きれいやな。もう降りそうっすね、この感じ。わあ、水がでも高い。私昔ここで T 名人にドローンを落とされたポイントになります。懐かしいポイントです。イメージにドローンを釣られました。投げたら前に来るもんでさ。ここのええ感じ、シューって取った瞬間、ガーン、やられちゃいました。やられちゃいました。おいぼしゃんの剣棒と、海鮮浜です。ただいま8時54分。熊と遭遇したポイントっすかね、ハナさん。
そうでねえ。だけど今日はね、大鮎対策もしましたからね。ねえ、こっちじゃないですか。ここを見てなんかあんた気づきませんか。バカあんた。ちょっと。来ました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 。いよいよ来ました皆さん。大鮎対策来ました。やっとこれ2年、2年寝かした。まあ2年が。これもう全然違うでね。これやでね、皆さん。いよいよ出ますよ、今日。出ますよ。皆さん覚えていますか？約2年前に、僕とケン君と、ね、大吉先生と、一緒に、これ完成させたやつです。すっげえ、たも、来た。いやいや、やっぱり、ね。やっぱね、尺やね。尺取らなあかんでね。やっぱ先週さ、あんだけ俺、やっぱ持ってるからさ、今日も来るやろうとやっぱ思ってさ。来たね。でっけえな、また。でっけえな。やるぞレッツゴー。平地を歩いて、上流部、向かう、あの岩盤。さあ、行きます。獣の匂いしない。嘘。せやん。わからへん。浜さんのへの匂いじゃなくて。それじゃないでしょ。それじゃないでしょ。いける？あれこれでも獣道っぺえな。おー、流れ強っ。流れ。押しはあるよね。押しあるね。さあ、こっから降ります。うわ。漁師の高さ。そう、この階段があそこにある、ね。はいはい、階段ね。今はそこの木が、滝が倒れとる。はい、あそこから入ってた。そこを渡ってたね。なあ、浜田どこでやられとんの。ここでやられたの。ここら辺。こっから来たの誰。だからこっから、だから今獣の匂いがしたの。多分。ここか。まさしくここやもん。おお。ここでもういきなりこれ高いやろ。高いね。あの時は俺この辺ぐらいの腕もうでガザーって来たんや。もうはぁー行ってくるやろ。だからここら辺でほんとこの辺やな。もうバタバタしとるやん。こうやってあーほら怖えわこんなとこで。ここやもん。うわー怖。距離にして剣具そこないでよ。本当にこの距離飛びかかってきたのがそこやで。ほんで着水したのがそこやで。この距離で怖っ。で釣りしないのそれで。うわー怖っ。まあびっくりした。で迫真の演技お願いします。いや、ね、おーおーおーおお演技やっぱね。で行くんや。もうブルブルやあーだ。聞こえてようやく起きたらちょっと下がってくれて向こうから泳いで。名演技ありがとうございます。あそこから勢いづいてこう来られたら終わりやなって思ったんやけど、また退いて流れながらで、あの木が斜めに倒れてるとこね。 あ、はい、あそこに渡ってってくれて行ったと。はい、そういうポイントです。また懲りもせず熊に会いにやってまいりました。いや合わない。演歌歌って。それではあそこのガッチャガチャのとこからもう勝負かけて行こうかなと思います。さあ、ここから行きます。もうちょっと上から行きたいんですが人がいるんで、ここの背あれですね、あそこ行こうかなと。よし、ビデオ撮り。よし、なこの子このっから行きますよ。さあ、出しました。やっぱ押しが強い。鳥めっちゃ弱いんでちょっと重り打ちますわ。これやばい。重り打たないと入らないぞ。よし、この前拾った緑色のナゴがようわからん重り打ちますわ。よし、これで行きなちゃい。君は行きなちゃい。強制的に沈まれるんだ。よし、ケツ張り確認。
来た、一発一発大きいぞこの感じ。うおー、すっげー持ってかれる。かー、持ってかれるぞ。うわー、寄せる寄せる。もう自分が行きます。でかいぞこれ。おっと、 MT が全然出てきません。もうこうなったら、おお、すっげえパワー。やべやべやべ、あれどこ行ってまった、あっち行ってまった。おーしよし、あー、バレた、バレた。うーわ、もう最悪やな今の。でかかった、15バラしやがった。チッキッショ、あー、くそー。本日熊に遭遇された釣り人 A さん、どういう状況か教えてください。先週なんやけど本当にびっくりしました。もうガサガサって言って後ろを振り返った時にはもう飛びかかってこられていたというね。まさかこんなところで熊に遭遇するなんて本当に思いませんでした。もうつたまげた。ほんでもう慌ててもうびっくりしたまたまで後ろにひっくり返って、で今度起き上がろうと思って、でもこの石がツルツルでもう起き上がりきれずに、でバタバタやっとるうちに向こうもちょっとこっち側が水しぶき上げてバタバタやってるから、まあちょっとひるんで一歩二歩下がってくれて、で走行してるうちにタイガーに渡ってくれてたから、まあ本当にね、不幸中の幸いで襲われはしたけれども格闘はせずに済んだというね。そんでもってもう一つ言えるのが、竿を絶対離さなかったというね。鮎釣り、うん、で竿を絶対離さずにやってて、でそっちの方向に泳いでいくから俺のおとりを食らいつきに行ったんかなぐらいこっちは思って慌てて回収はしましたけれども、まあそこから普通だったら上がるだろうっていうふうに言われたんですけど、まあなんせ夕間詰めでちょうど釣れてたもんで、でそこからもう1時間ぐらいの間でまあ5、6匹まあ釣れて、まあとにかく楽しい思いをした一日だったんだけど、怖い思いもした1日やったと。5、6匹釣った状況でもその気が気でない感じで、そうそう、どういう状況やったんですか。そうそう、もうね、鼻かんこうやって突き替えとって、でも後ろをケロ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 振り返ったり、で大音量でね向こうがひるむとかっていうで話よく聞いてるから、でそっから先はもう知ってる演歌をもう歌いからかして大音量で、あの人何やっとるんだっていうぐらい、カラオケの練習に来たんかっていうぐらいね、まあ、釣りをしながら歌を歌いながらでやりましたけど、まあ、だけど皆さん、川に釣りに行くときにはぜひ気をつけて、やっていきたいと思います。クマ登っとる登っとる、クマ、赤クマ登ってまった本当登ってったやんけ。